本の海上自衛隊潜水艦隊は横須賀に艦隊司令部が置かれ、呉の第一潜水隊群と横須賀の第二潜水隊群に分かれ、通常動力型潜水艦22隻が所属しているんだ。そしてその内訳は親潮型潜水艦8隻他に2隻が練習潜水艦に監視変更と操縦型潜水艦12隻。そして最新鋭の太平型潜水艦2隻が運用されているな。なお、太平型は2023年12月時点で3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中で、さらに2隻の建造が開始されているぜ。さて今回はそんな日本の潜水艦にカナダが興味を示している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の潜水艦は潜水艦の性能を示すのに最も重要な静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも世界トップレベルとの評価があるほか、操縦型の11番艦東流と12番艦欧流には、潜水艦に最適な性能を持つ高出力電池のリチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めているよ。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転三原則に基づいて、これまでその運用が自衛隊だけに限られていた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して、操縦型潜水艦の売り込みを図り、一時は採用される可能性が高いとする情報が出るなどして日本国産の潜水艦が初めて輸出されることに期待が膨らんだんだ。しかし、操縦型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣して、ターブル首相に交代するなどのオーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められたことなどから、2016年4月、フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級が採用されたな。ただ、このアタック級についてはその後、建造を担当するフランスのナバルグループの対応が鈍いことなどによって契約が破棄され、オーストラリア政府はアメリカ・イギリス・オーストラリアの間で締結された安全保障協力オーカスの創設に合わせて、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の技術を供与する取り決めが交わされたことを明らかにしているぜ。このように、せっかく防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようとしていた防衛省だったけど、ここまでフィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は進んでいなかったんだ。そのような状況下に、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したため、後継艦種の検討に入り、海上自衛隊最新鋭の太平型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたよ。カナダ海軍では2023年12月時点においてビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しているね。この潜水艦はイギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦で、2000年にカナダ海軍に売却され、ビクトリア級として再収益させていたんだ。基準排水量1870トン水上排水量2185トン水中排水量2400トン全長 70.26 メートル全幅 7.6 メートル喫水 5.5 メートルの大きさで乗員は48人。水上最大速力12ノット水中最大速力20ノット先行深度200メートルと、能力的には大きな問題はなさそうに見えるが、4隻ともそれぞれ艦齢が40年近くに達しているため様々な不具合や事故を起こしていて、シクーティミは2004年10月5日にアイルランド沖で乗員1名が死亡する火災事故を起こして航行不能となり長期の修理が必要となったほか、ウィンザーは2005年10月30日に潜航中に火災を起こすなど、その運用にカナダ海軍が苦労していることが伝わっているな。そのためカナダ海軍では後継潜水艦の導入計画であるカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が2021年に立ち上げられて、
艦艇選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦が候補の一つとして挙げられているというぜ。伝えられている情報によると、カナダ海軍では大西洋と太平洋にそれぞれ潜水艦2隻ずつを同時に稼働させて警備展開する必要があるとされ、艦隊の整備や乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を最低でも8隻が必要とされているみたい。しかし、近年ではカナダの北の北極海においてロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が活発になっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であれば12隻の導入を考えていると見られているね。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能諸言として伝えられているのは、ディーゼルエンジンと発電機にバッテリーなどからなる通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、優れた長距離航行性能を持つこと、北極海においても運用可能であること、そしてアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどなんだ。これらの条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の対艇型潜水艦が有力であるとする見方が浮上していて、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、対艇型潜水艦が挙げられているってわけ。海上自衛隊が導入している対艇型潜水艦は基準排水量3000トン全長84メートル全幅 9.1 メートル喫水 10.4 メートルで、ディーゼルエレクトリック方式としての蓄電池は、総流型の11番艦応流と12番艦応流から搭載されているリチウムイオン蓄電池だな。このリチウムイオン蓄電池は、これまでの鉛蓄電池と比べると潜水艦への搭載において様々な利点があるぜ。乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がなく、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し重放電回数を持ち、さらに満充電になるまでの時間が短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できるなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性持っているわけだ。また、艦隊の外観上の特徴としては総流型と同様の X 字型が採用されていることが挙げられ、この X 字型舵は潜水艦の舵として多くの利点があることで知られているよな。これまでの潜水艦の舵は艦を回答させるための垂直舵と、水中で艦隊の姿勢を制御する水平舵が2枚1組になって十字型となっているのが一般的で、この十字型舵では上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では4枚の舵が独立して動き、それぞれが回答と姿勢制御の役割を担当することになり機動性に優れているというよ。さらに、十字型舵では垂直舵か水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってその役割が失われてしまうことがあるが、4枚が独立して機能している X 字型舵では1枚が損傷しても残りの3枚でカバーできることも大きな利点だね。また、潜水艦では海底などに着底して敵を待ち伏せすることがあるが、その際に海底に着底することで下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配がないぜ。そして、艦隊の垂直軸と水平軸に対して45度の角度で装着されていることから、艦隊の幅からはみ出すことなく、舵面積を十字型舵より大きくできるため潜航時の機動性が 30% 上昇するとされているらしい。それほどの利点があることが知られていながら総流型まで採用が見送られてきた理由は、4枚の舵を独立して操作することが難しかったためなんだけど、近年の電子制御技術の発展によって操舵員が、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となったんだ。なお、対艇型潜水艦では艦内の居住性が大きく改善されていて、女性の陸民を想定した専用居住エリアが設けられていて、専用シャワー室や寝室が完備されているぜ。さらに日本とカナダの間で現在、
軍事関連の情報漏洩などを防ぐ情報保護協定締結に関する協議が進められていて、これによって日本製潜水艦の機密情報などが守られるとされ、このこともカナダ海軍の次期潜水艦の候補に対米型潜水艦が有力であるとする根拠となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月15日に現在のオーストラリアで政権を担当するアルバニージー首相は、アメリカの議会がこれまで承認したことがなかった原子力潜水艦の第三国への売却を初めて認めたとして、歓迎のコメントを発したよ。これはアメリカの下院議会が前日の12月14日、2024年度分の過去最大規模の国防予算の概要を定めた国防権限法案を可決したことを受けての反応で、2021年9月に電撃的に締結された新たな軍事同盟オーカス大きな成果だと評しているな。さて今回はオーストラリアへのバージニア級攻撃型原子力潜水艦の売却が本決まりした件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国が締結した新たな軍事同盟のオーカスは、近年の中国が軍事力の拡大を背景にインド太平洋地域で推進している支配地域の増大に、大きな抑止効果を生むことを目的としたものと言えるんじゃないかな。オーストラリアのアルバニージー首相は、今回のアメリカの下院議会の国防権限法案の可決を受けて、その内容はオーストラリアがアメリカからバージニア級攻撃型原子力潜水艦を入手することを意味すると述べたよ。これまでにもオーカスの締結によって、オーストラリアはアメリカから少なくとも5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達し、以後は主にイギリスとの協力で新型のオーカス攻撃型原子力潜水艦を建造する方向であると報じられてきたよな。今回のニュースはその動きを確固たるものとする政治的で具体的な第一歩であると目され、オーストラリアが直面している国家の安全保障政策上において、大きな節目となることを世界に示した形と言えると思うぜ。アメリカの下院議会が今回承認した2024年度分の国防権限法案は、総額でおよそ8860億ドルにも及ぶんだけど、その内容にはオーカスに関するオーストラリア向けの攻撃型原子力潜水艦の売却に止まらず、ウクライナへの軍事支援も含まれてはいるみたい。このところのロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカからのウクライナへの軍事支援が危機的な状況にあるとの報道も多かったことから、その意味でも西側諸国にとっては歓迎すべき内容だと言って差し支えはないだろうね。こうした報道を受けてオーストラリアのマールズ国防大臣も、アメリカが第三国に原子力潜水艦の売却を承認したことは初の出来事であると発言しており、同国が寄せる期待がいかに大きなものであるかが伺える状況だと思う。そんな攻撃型の原子力潜水艦の入手の進展に沸くオーストラリアだが、現状の潜水艦戦力は通常動力型の攻撃型潜水艦のコリンズ級を1996年7月から2003年3月にかけて6隻保有運用しているのみで、その老朽化が課題となっているんだって。コリンズ級は水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルの規模を持つ通常動力型の攻撃型潜水艦で、すでに最終6番艦の乱筋の収益からも20年以上の歳月が経過しているな。このコリンズ級はスウェーデン海軍のベステルエトランド級、水上排水量1070トン、水中排水量1143トン、全長 48.5 メートル、全幅 6.1 メートルをベースに大型化した潜水艦で、主兵装として533mm 魚雷発射艦6門を艦首部に装備しているぜ。日本の海上自衛隊との比較で言えば、同時期に建造され今は実戦配備中の潜水艦としては最古参の親潮型にほど近く、こちらは基準排水量2750トン。水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートルとなっているよ。親潮型はネームシップにして1番艦の親潮が1988年3月、
最終11番艦の持ち潮が2008年3月に就役を迎えた艦艇だけど、すでに1番艦親潮は2023年5月に除籍、2番艦道潮、4番艦巻潮も練習潜水艦に変更されているね。したがって現時点で海上自衛隊が実戦配備を継続している親潮型は8隻を残すのみとなっているんだけど、ご存知のように海上自衛隊では年に1隻ずつの新造艦を戦列に加える形を継続しており、2031年までには全てが入れ替わることが予期されているんだ。地方を広い排他的経済水域と領海とで囲まれた島国である日本にとって、海の防衛を担う海上自衛隊はその戦力の中核に潜水艦隊を置いており、その維持と運用とは自国の国防の要となっていることは言うまでもないよな。現在の海上自衛隊ではこうした潜水艦隊を22隻体制とすることをかつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略において明記しているが、現行の体制を敷くことが定められたのは2011年度からで達成に至ったのは昨年2022年のことだぜ。2011年以前の防衛計画の対抗においては海上自衛隊の潜水艦隊は16隻体制が敷かれていたが、中国をはじめとする近隣の国家の海軍力の増加を鑑み、6隻を増やして安全保障体制を強化する方針へ変更された経緯があるよね。したがってそれ以前までも年に1隻ずつの潜水艦の新造艦の追加は行われていたんだけど、それは裏を返せば最低で16年で潜水艦は実戦配備を外れる状態だったと言え、今はそれが22年のサイクルへと伸ばされたということができるんだ。こうした海上自衛隊の潜水艦隊の大体のサイクルに関しても、それに否定的な見解を示す一部の勢力からは無駄に防衛費をつぎ込んでいるとの批判は当然あったわけだけど、このサイクルが日本の通常動力型潜水艦の建造技術の蓄積にもたらした貢献は大きいよね。翻ってオーストラリアの潜水艦の運用状況に話を戻せば、現時点ではアメリカからの売却が正式に承認されたバージニア級攻撃型原子力潜水艦であるが、早くともその配備は2030年代の前半と目されており、未だしばらくの時間を必要とするぜ。そのギャップを埋める必要があるため、オーストラリアは現行のコリンズ級に近代化改修を施し運用期間のさらなる延伸を図るものと思われているが、そもそもコリンズ級は開発段階から様々な問題にさらられていた艦艇だったわけだ。コリンズ級は一言で言えば、潜水艦の要艇とも言える静粛性に大きな問題を抱えてきた経緯があり、他の不具合も少なくなく信頼性に乏しく、一時期は6隻中で稼働可能な艦艇はわずかに1隻という事態に陥った時期もあったほどだったな。こうした状況下、オーストラリアはコリンズ級潜水艦の代替を進めるべくプロジェクトを始動させ、2016年4月にはフランス、ドイツ、日本によるコンペの結果、フランスの提案を採用し新たな通常動力型潜水艦アタック級とすることを決定したよ。フランスの案によるアタック級潜水艦とは、フランス本国で計画中のシフラン級攻撃型原子力潜水艦の機関部を通常動力型に換装するという手の込んだもので、決定時には一部で懸念する声が上がったものだったんだ。当時の日本はこの時のコンペにはその時に自国でも最新型であった双流型を提案していたとされ、一時期はアメリカが日本の双流型の採用を推しているとの情報もあり、初の大型防衛装備品の輸出成功かとの期待も高まったよね。しかし当時のオーストラリアは国内の製造量の縮小傾向を政治的にカバーすることを、アタック級の採用にあたっても重視していたとも言われ、日本の場合は双流型は完成品を輸出する形しか提示できなかったとも伝えられているぜ。それに対してフランス案はオーストラリア国内での建造を条件に加えて提示を行っていたとも伝えられ、結果としてそれが大きな決め手となってアタック級の受注を獲得することに成功したとまで言われたほどだったな。結果として2016年のオーストラリアのこの判断は、猛烈な勢いで海軍力の増強を図り南シナ海を手中に収めようとする中国の動きの前に見直しを余儀なくされ、またアタック級の計画の遅延と費用の増大もそれに拍車をかけたと言われているらしい。
こうした流れからコリンズ級の近代化改修に費用を投じるくらいなら、いっそバージニア級やオーカス級の収益までのつなぎに再度日本からの通常動力型潜水艦の調達の可能性があるのではないかとの声も一部で囁かれているみたい。ただし個人的にはこれまでの経緯を総合して考えてみても、今更日本が通常動力型潜水艦をオーストラリアに売却することが現実的にあり得るとは到底思えず、憶測の域を出ない見方だと感じているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。今回はそんなレールガンの実射試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に寄港。1994年6月に浸水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた。コグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの丸7式 VL の試験や、新型単魚雷の1、2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1、2式地対艦誘導弾を艦載型とした、1、7式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思う。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだぜ。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるんじゃないかな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているな。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、
発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているぜ。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているわけだ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるよ。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリ、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成。これはマッハ7弱に相当するものだったんだ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるんだけど、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよね。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40ミリ よりも、小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないぜ。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているよな。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと、共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるものだぜ。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な。現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているわけだ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力を務めているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だけど、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているな。日本でも水上戦闘艦に連射が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。